こんにちは、このみです。今日はですね、実家に帰ってきております。ということで、頑張って東京なんかに行くから、自然が恋しくなったということで、自然に触れていくという回なんですけれども、メイクしていきたいと思います。何メイクかわかんないんですけれども。はい、ということで最後の方まで見ていただけると嬉しいです。それではレッツゴー。7 cause when we're together it feels like we're in heaven if it will get dark you'll be my million stars I know I can lean on you oh you catch me like a leaf falling from a treeはい、ということで何よりかにより唇がもうパリパリでもうどうしようもないので、こちらキャンメイクのプランプリップケアスクラブ01番スリコリネリクリコをねくりまして、これ発表に発表じゃねえや。発表じゃない。発表に紹介されてから、見つけたらストック買うようにしてます。今日こちらつけていきたいと思います。フランミーの桜ロール。でね、最近これ買ったんですよ。コンタクトレンズ装着薬。これでね、ドライアイ防げたらいいなと思って。聞こえますか？スズメが鳴きました、今。こういう街であります。のどかですね、非常に。はい、行けましたら、まず最初にこちらアビブの日焼け止めが入ってる、なんか肌にいいやつ、 SPF50+PA4+ もう最強入ってます。これをちょっと塗っていきます。今日は自然に触れるということで結構日焼けするかなと思って、へえ、ちょっと初めて使うんですけど、めっちゃサラサラ。首にも塗っていきます。あ、でもちょっと日焼け止めっぽい匂いがちょっとするかも。これめっちゃ保湿されるし、いいかも。はい、いけましたら、一回ちょっとティッシュオフ。そうしましたら化粧下地塗っていきたいと思います。使っていくのはこちら。ディオールスノーの、なんだこれ、ピンクっぽい化粧下地。読めないんですけど。これを塗って、ちょっと肌をトーンアップさせていきたいと思います。これ結構見たらピンクなんですけど、ちゃんとトーンアップします。首にも塗って。日沈むなってだから。おい。パパうるさい。スースーうるさいよ。チンチロパパすごいうるさいんですよ、そういうのが。つつくつつつとか。そういうのがね、すごい多いんだよね。はい、ということでちょっと濡れました。まあ、これにも日焼け止め効果入ってるんですけど、SPF35PA3+。今日はもう日焼けしないと思いますのでね。はい。なんかね、この下地だけでもね、結構肌が綺麗に見える。ちょっとまだ。ペタペタするから余分な分をティッシュオフして、あーやばい、今日コンシーラー忘れたな、筆も忘れたわ。いっか、ということでクッションファンデ使っていきたいと思います。使っていくのはこちらですね、ディオールスのパーフェクトライトパーフェクトグロークッション。あーよくわかんないですけど、俺使っていきたいと思います。この二つはですね、家族でハワイ行った時に、全部化粧品置いてきちゃって、だからハワイでずっとすっぴんみたいなことになってしまうので、ちょっと急遽買ったやつなんですけど、まあいいですね、非常に。普段キルカバーとか使ってるので、カバー力はあれかなって思うんですけど、でもめっちゃ肌綺麗に見えるし、ツヤがすごい。はい、そうしましたら最後粉塗っていきたいと思います。クリアラストフェイスパウダーハイカバー N クール UV ライトオークルで、こちらも日焼け止め効果が SPF50+PA4+ 入っております。もう SPF 今日は完璧メイクですね。で、気づいた方いらっしゃると思うんですけど、これ夏に買いました。クールということで肌がちょっとスースーしてしまう。で、ちょっとね、これね、色が暗いんで、ちょっと今日全体的に顔がちょっと黒いメイクになってしまうかと思うんですけれども、まあ、使っていきたいと思います。結構マット。日の光来ました。この辺も、もう全体的に。クリアラストのパウダーめっちゃ好きなんですよね。中学ぐらいの時に使ってたんですけど。で、これ日焼け止め効果もあるので、ちょっと首にも塗って、日焼け止めを塗るプラスちょっと、首のベタベタも抑えれたらいいなということで。はい、そうしましたら、さっき謎にこれティッシュで拭いちゃったんで、ちょっと塗ります。そうしましたら眉毛描いていきたいと思います。キャンメイククイックヤリーアイブロウ02番。これパウダーがなんかチップになってるみたいな感じの。こういう感じになってるので、これで色をつけていきたいと思います。そう、チップがね、細いから、めっちゃ描きやすい。毛と毛の間にこう入るようになんか。はい、ということで、サナエクセルロングラスティングアイブロウ LT01 番ナチュラルブラウン。これ筆タイプになってるんですけど、筆でちょっと眉尻だけ描き足していきたいと思います。
んなもんでいいかな。アイブロウマスカラしていきたいと思います。キスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03アッシュブラウン。ちょっとお気づきの方いるかと思いますが、普通に時間がないです。今焦っております。ちょっとティッシュでしっかりオフしてから塗っていきます。いや実はね、動画撮るってなった時に一番最初に撮ってたとこ、3階のロフトみたいなとこで撮ろうと思ったんですよ、紫の壁のね。けどあのロフトってバカみたいに光が届かないんですよ。だからちょっとこれダメかなと思ってリビングで撮ってます。アイメイクしていきたいと思います。使っていくのはこちらクリオプロアイパレット12番オータムブリーズインソールフォレスト。下まぶたにこのいっちゃん明るい色、このクリームベージュみたいな色を下の涙袋にのせていきます。てかさ、最近花粉やばいよね。普通にマジかゆい目が。はい、そしたらちょっと拭いてもらって上まぶた全体にこちらの色を塗っていきます。コーヒー飲む？入れてくれる？そしたらここの色とここの色混ぜて。ありがとう、ノナー。あ、美味しそう。食べたことないかも。ノナは妹です、一番下の。そう、わしが動画でノナって言うから、お姉ちゃんみのり、わし好み、一番下だけノナって思われてると思うんですよ、皆さん。ノナミです、ごめんなさい。はい、そうしましたら、ちょっとここの色とここの色、上まぶたの目頭側にちょっと塗っていきたいと思います。ちょっともっとこうの方がいいね。ちょっとまつげのケアも埋めちゃおう。涙袋の影も、はい、こんなもん。涙袋の影の線描いていきたいと思います。シピシピシークレット極みライナーライトブラウン、これで涙袋の影したらマスカラ。あれやばい、今日マスカラ忘れたかも。ノナマスカラ持ってる？持ってきてほしい。ということで先にノーズシャドウしていきたいと思います。久しぶりにこれ使おうかな。キャンメイクシェーディングパウダー04番。ちょっとね、今日はアイシャドウちょっとイエベっぽいのにこれブルベっぽくて本当にごめんなさいっていう話なんですけども、ほのさんそういうの気にしないので。ノーズシャドウの方ですね、先ほど適当にいつものようにやりまして、この辺も適当にいつものようにやりましたと。そうしましたらマスカラの方塗っていきたいと思います。久々ね、実家にこれあってもう妹にあげちゃったんですけど、一回あげたんですけど今日はまた借ります。で、もともと自分のなんで、まあ結局 OK みたいな。こちらですね、ランコムのヴィルトゥーズドールアイ01番ソーブラックっていうこちらのマスカラ、これね、めっちゃいいんだよ。そうそうそう、昨日の夜から帰ってきてるんですけど、昨日駅にパパがお迎え来てくれたんですけど、車にばあちゃんも乗ってて、ひとみさんっていうんですけど、ひとみさんね、結構前から認知症で、なんかもう最近もう危ないんですよね、転んじゃったりとかして。パパとかも、パパのお姉ちゃんとかもすごい介護とか大変だよなぁと思って、パパのこともわからないんですよ。自分の息子のこともばあちゃん忘れちゃって、でも3姉妹、うちら3姉妹じゃなくてリアル3姉妹なんですけど、うちんち。そのことは覚えてたっぽいんですよ、前会った時は。だけど久々昨日会ったら、このお姉ちゃんみたいに言われて、あ、忘れられてると思って、でばあちゃん孫だよとか言っても、えみたいな、なんか分かんない感じだったっぽくて、ちょっと悲しくなっちゃったよねって話なんですけれども、こういう話をするとパパにねめっちゃ言われます、順番だからって。あ、それはそう、これはそうっす。下にも塗ります。久々使ったらいい感じかも。ということで次アイライン引いていきたいと思います。ヒロインメイクスムースリキッドアイライナースーパーキープ03番。これでちょっと羽目に、今日はね神社に行ってきます。やっぱね自然に触れないとということで、目頭のところにこちらエテセアイエディションの01番、オレンジのシャドウを使ったりこの赤を使ったり、もうどっち弁ですかっていう話なんですけれども、もういいですよ、この目頭から3分の1ぐらいのところにまつげの際を意識して、これ下も同じくね。そしたらハイライトを塗っていきたいと思います。作っていくのはこちらクリオプリズメアハイライター01番ゴールドシェー。取ってもらって鼻のてっぺん、そして目と目の間、おでこ、頬骨、眉下、眉上、まあこれは軽くで、
ただ唇の上、顎、目頭、そしたら目の上ラメ乗せていきたいと思います。さっき使ったこのアイシャドウのパレットのここの色、これラメ超可愛いんですけど、上まぶたに。そうしましたらこれね、ちょっと緑っぽく発色するラメなんですけど、それと同じくこちら 3CE のアイスイッチダブルノート、これもね緑っぽく発色するラメなので、多分こっちの方がねなんか細いので、これを涙袋のところ、ふふふわふわチークを塗っていきたいと思います。筆がないのでなんかもう指で塗りますね。使っていくのはこちらジューシーソフトシェルチーク B03 番シナモンブリック。まずちょっと鼻に塗っていきたいと。よいしょ、ノーズシャドウのこことももうちょっと重ねて、そうしましたら目のすぐ下らへん、昔の原宿のような、あと顎に塗ります。さっきノナからもらったこのさ、これくるみ、ね、で、はい、はます。でも美味しいでしょ。でも美味しい、ありがとうね。そうしましたら最後リップ塗っていきたいと思います。使っていくのはこちらルージュディオールピンクローズサテン466番。めっちゃ色可愛くないですか。これはね、あの CNM の関係者限定の展示会をした時に神楽さんがくれたんですけれども、本当にありがとうございます。もう最近この道は落ち着いてきたからって、こういう色をプレゼントしてくださって、見てここめっちゃ可愛いの。この手の裏ではめっちゃくるみ取ってるから見えますか。うわめっちゃ可愛い、あめっちゃ可愛い色、このパール感可愛い。続きましてこちら 3CE ベルベットリップティントタウ、くるみ出た、タウペって色、この M 字リップを強調させるようにここにね分かります。そしたら最後これナミングってとこのダラって色かな、これをちょっと上のここに乗せて、下にね。ということでメイク完成です。イエーイ、いかがでしたでしょうか。ということでもうお時間やばいので、私はお家を出たいと思います。最後の方まで見てくださってありがとうございました。この動画が1ミリでもいいなと思っておきましたらグッドボタン、2ミリでもいいなと思っておきましたらチャンネル登録、3ミリでもいいなと思っておきましたらコメントよろしくお願いいたします。ということでこのみでした。バイバイ。